おはようございます。おはようございます。よりさんがねメスティンしてくれる。メスティンしてんすよ。え、指入れるんですか？いや、入れなくていいですまあね、今流行りのメスティンですけどね、うん、初めて買いました。これがね、ジョイフルヤマシンっていうホームセンターがあるんです、うん、そこでね、780円ぐらいだな。で、これでね、火にかけていきます。こういう風にまずね、沸騰してくるんですよ。うん、きたきたきた。で、溢れるのは全然 OK なんですよ。で、こっからご飯が炊けたいい匂いがしてくるんですよね。そこでまだ止めてはダメなんです。焦げた匂い、人間が不快と思う焦げた匂いと、あ、美味しそうっていう焦げた匂いの、そこの境目で止めるっていうのがベストなの。自分で止めて、この成功した時の感動はやっぱありますよ。お、小さな達成感。なるほど。5分か10分ぐらい蒸しました。じゃあ開けますよ。オープンザドア。どこだなんで。わー、いいですね。これが気持ちいい。お焦げ。あー、お焦げ。ちょうどいいお焦げ。いいですね。いいですね。これがね、床に、床じゃない。下にこびりついてると。結構よく。初フェスティング。フェスティング？うん、焦げが美味しい。すごい焦げだ。何でも焦げが美味しいからね、うん、おでこでばんだよ普通。わお、ちょっとそう、あ、いいね、ちょっとセンスいいね、混ぜ方、うん、全部混ぜきらないっていう、うん、緩い感じ、緩いというか、うん、どう、うん、叫んで、メスティンって叫んで。メスティン！近所迷惑だから。標高がいってます。400メートル。なかなかね、茨城ではね、そんなとこはないんでね、住んでるとこでもあんまり。そうですね。晴れてる。乾いてるし。本当だ。うん、嬉しい。硫黄の匂いする。たまにこういう日の時ある。臭い匂い。温泉街だ。ローソンいっぱいだ。ローソン推しだね。いや、ここスキー場なんだよ。あ、本当だ。走ってきたな。わーって迷いました。こんな小高いとこにあるの。スキー場のスケート長いあるさ。うんうんうん。だから入ってくるようなんだ。夏だといいですね、快適で。冬はね、もう道がよく分かんなくて。そうですね。で、この大露天風呂、ここに頑張っちゃう。お、大露天風呂、まあ、お、すぐだ。この先 200m、グリーン。あれ、やってなかったパターン。バスも上がってくんだよね。やってないのかな。6時からやってる。あ、すごい、なんかサファリパークみたい。待ってよ、何時？9時半からやってる。9時半から4時半か。で、ロープウェイも多分4時ぐらいまでだから、ロープウェイ乗ってこれに乗ろうとすると危なかったかもしれない、うん、確かに。ちょっと一回降りてロープウェイ乗り場とかプラプラするか。はい。でも9時半から入ったらさすがに来ちゃうから。そうだね。そうですね。だから温泉は1回だな、やっぱり。みんな朝空いてないね。まあ8時20分だからね。早朝散歩です。この前はもう外人がものすごいだな。ああ、中国あたりは多かったね。ここがロープウェイなの。ここがロープウェイか。あ、お客さん走ってます。すごい。あ、もうこれあったかいんだね。ところどころにこういう足湯があるんですね。すごい。うわー、そこの畑で冬はスノーモービル体験とやってるの。
街でさ、はい、カレー作ってくださいみたいなのね。トライ娘だ、トライ娘。そう。じゃ今から2日目のお昼を作ります。今日のお昼はジャワカレーです。キャンプといったらね、今日作るカレーは自給自足カレーです。ほとんどの野菜の食材をみんなでかき集めてきました。ふりさん、これは取ってきたんですか、どこからか。今日もらいました。うちの畑ですから。これが持ってきたのはナス、キュウリ、ジャガイモ、玉ねぎ。ほとんどよりさんじゃん。確かに。お米も、お米岩やん。作ってるお米ですよね。ニンニクも、うちげのニンニク。お肉屋さんも、今から来るお友達のお家ですもんね。なので実質料金かかっておりません。いや、かかってるんですね。これだけは自給自足できるけじゃあ早速作ってみよう。レッツゴー。こっちはお肉飯ですね。はい、お肉炒めます。お肉炒めたことあります？大丈夫ですか？あるわ、とる。どうですか、よりさん。どうですか、頭まで浴びた方がよりさんみたい。そうどう頭良くなったわ。良くなった、良かった。あー、いい匂い、米の匂いだ。じゃあまだだね。まだだ。茨城だったんでちょっと離れたくなくて、途中でやめちゃったんですよ。定年までってすごいですね。でもお偉いさんだ。それから自転車で帰ってきたり。どういうこと？どういうことですか？流行りだったんですよ、歩いて帰ってくるとか。もう番組じゃないですか。確かに。そのやってないことをやりたいな。急いで330キロ。すごいね。いいな。間に合ったんですか、それで。平坦な330キロじゃないですからね。旅を見たかったね、うちら。あー、イカって煮る？焼く？入れちゃう、もう煮込んじゃう、うん、切って。うぃ、ほら、プラスチックだよ、もう。ほんとだね。よいしょ。うぃ、だいたいイカも入りました。うまそう。暴れてますけど大丈夫ですか、これ。ちょっと弱くする？弱くしない。うわ、うまそう。ショック、ゴー。もう部活だね、これ。いや、いいっすね。できました。すごい。いや、うまそう。みんなで作った。すごい、すごい、美味しそう。まあ、こんな感じでね、まあ、ギリギリお焦げができた。あー、下がねぐらいになるんですよ。ゴロゴロだよ、もう。うわ、まあでもね、これが一番うまいのよ、結局。あー、イカも入ってる。はい、できた。はい、盛り付け終わりだね。はい、はい、ですね。はい、じゃあ皆さんでご一緒にいただきます。はい、いただきます。うまい、うん、うまい。うん、うん、うん、うまっ。うまイカ、うまいか。最高だ。俺も食べよう。あれあれ、すごい硫黄の匂いだ。体温で温めると泡が細かいのが出てくる。うわ、これうまそうに、めっちゃうまそうになるでしょ、これ。じゃあ、いただきます。はい、乾杯。より怪しいジュースがいい。お疲れ様です。怪しいジュースはいっぱいあるよ。直火で行った方がいいんじゃない？うん、前真っ黒焦げになった。そうなんだ、難しいね。こだわりがあるんですか、やっぱり。こだわりがあるんですね。中からじっくりみたいな。あ、そうだ。あー、なるほど、なるほど。マシュマロ職人のしのちゃんに来ていただきます。茨城からはるばる。はるばるですね。おっきなマシュマロっていうのはなんかこだわりがあるんですか？あ、ないです。ないです。ないんだ。なんか焦げ目がついてきましたね。あ、どれどれ。どうですか？まだまだです。まだまだなんだ、これは。しのちゃん、ペロン食ったら口ペロンなやけどすか、気をつけて。そっかそっか。ペロリーナなかんな。ペロリーナだよ。何？そしたらそこおじさんがペロリーナしちゃう。アナウンサー。じゃあ、イッサとシノちゃんとちょっと聞いてみて、これ。あ、
い、どうぞ。回してやるといいよ。回してやるとやっぱいい。どうですか？うっちゅ。引き出せないと。飛び散ってる赤いやつ。いや、そんな怖い。今ね、僕ね、暑かったから。あろうかって。ちょっと素直。ここに水を入れるんですね。これ何ランプですか？カーバイトランプ。カーバイトランプ。珍しいんだって。水が燃料。カーバイトは最終的に小石灰になるんですよ。よりも言ってたけど、ランタンの灰の部分が光るってこと、光るっていうの、あれもいいですね。確かにそう、作った人っていうか発明品だよね。なんか調整してるの、水を落としてるの、水を落としてる、なるほど。おお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 めちゃめちゃ明るい。量で変えるの。水の量よりガスの量。いやー、便利だな。もののけ出てくるよ。あ、よりさん、こだまですね。本当だ。あ、カタ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 。あんな早く動かないんで。